い、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。ついに、カネキンさん2023年初戦、フェニックスプロの出場リストが発表されておりました。まあ、カネキンさんといえば、昨年東京プロで優勝されて、オリンピアに登場されました。今回の2023年最初の大会で優勝して、オリンピアをね、また決めちゃうのか、そして自身初の海外大会優勝をなされるのか、そして、日本人メンズフィジークプロ初の海外大会優勝もあるのかというね、まあ、注目の一戦でございます。で、今回はこちら出場リストになりますが、ここのね、選手を全員紹介してみたっていうのをまたね、やりたいと思います。まあ、皆さんのね、注目選手とか、カネキンさんへの応援コメントなどありましたら、どんどんね、コメント欄書き込んじゃってください。で、一応、その選手の直近の大会の戦績を出すんですけど、万々が一、まあ、同姓同名で選手間違えてるよなんてことがあったら、ごめんなさい、指摘いただければと思います。ということで、早速、上から順で、マフムト・アラン。この方は昨年ヨーロッパの大会で13位に入られている選手でございます。で、お次がオミー・ライアン。この選手も昨年大会に出られて11位。そしてドレ・ブッカー。この方も昨年大会に出られてうち一つでトップ10に入っております。そして、ロドリグ・チェズニア。今年2大会出ていて、どちらも準優勝。あと一歩で優勝というところに行かれておりますし、オリンピアにはね、ここ毎年出られていて、2020年はトップ10に入っている猛者でございます。まあ、この後ね、カネキンさん海外優勝のために立ちはだかる、まあ、壁というか、まあ、強敵の紹介はしようと思うんですけど、その一人ですね。で、お次がライアン・クラーク。今年3大会出られていて、そのうち2つはトップ5。この画像の大会ではトップ4にね、入っている選手でございます。で、お次がアンドリュー・デイビッド。この方も今年3大会出られていて、この大会で4大会目になる選手です。そして、カネキンさん、ここでね、選手リスト名前入っておりました。昨年は、4大会、オリンピア含めてね、出られております。うち1つ海外の大会でトップ6経験されて東京プロで優勝。そして、ニック・コウ。この男はまたカネキンさんとね、ちょっとこう、因縁というか、リベンジマッチになります。昨年カネキンさんが出られてトップ6だったシカゴプロで優勝してオリンピアに出ている選手。今年はディフェンディングチャンピオンとしてシカゴプロ登場いたしましたが、準優勝でした。優勝狙うべくね、今大会かなり、バチバチに仕込んでくると思うから、っていう話ですね。で、お次がジョエル・ロペス。2年前に大会に出られていて、プロになったのもね、2021年の選手でございます。そして、お次がブライアン・モトリーという選手で、今年大会に出られております。そして、お次がマイケル・ムペリー。この選手も2年前の記録があるんですが、大会でトップ4に入ったことのあるね、経験も持っている選手でございます。で、お次がハイゴール・ポンシェットという選手で、昨年大会に出られて11位と、他にね入っていた選手です。お次がアーロン・リベラ。この方マスターズにも出ているのかなっていう選手でございます。そしてデイビッド・ロバーソン。この方もマスターズで、プロになられているというか、まあ、マスターズのね選手でございます。そしてタイラー・サンチェス。昨年プロになったばかりの選手でございます。そしてお次がコーデル・ワディ。今年大会ね3大会出られておりまして、うち1つアトランタの大会でトップ10に入っております。そして、あと2名ですね。オースティン・ウィティ。この選手は昨年プロになられて、プロデビューもね、済まされている選手でございます。そして最後が、マッケネス・ウッドベリー。昨年大会に出られている、この方もマスターズにもね、出られている選手かなと思います。以上、18名が競い合うフェニックスプロ。この中で優勝、オリンピアを決めれるのはたった一人です。カネキンさんそこに入るかどうか。ハトクマ的な率直なね、感想としては全然あると思います。まあ、日本人の選手出るとき毎回ね、全然あるって言うじゃねえかって言われるかもしれないんですけど、ただま、そこで、こう怖い壁というかね、まあ、カネキンさんより、こう実績は積まれている選手っていうのももちろん出ます。それが、まあ、昨年カネキンさんに勝っているニック・コーであったりとか、オリンピアトップ10に入ったことのあるロドリグ・チェズニア。特にロドリグ・チェズニアは毎大会でもおかしいぐらい絞ってくるんですよ。とにかくバリバリに絞ってきて、この胸肩周りの筋肉の張りというか、こんな見た目はもうやっぱ特殊
なものがある。この選手の武器っていうのがあるので、まあ、金金さんもバランスがあったり、コンディションがあったりっていう武器はあるんですけれども、まあ、このロドリグ・チェズニアは絞りにマジで注目です。で、まあ、この二人が絶対トップ5で優勝争いね、食い込んでくると思うんですけど、ちょっと注目しているのが、オミー・ライアンという選手。こちらですね。背中の筋肉量がね、この寄せてるね、時の形でわかるかもしれないんですが、かなりね、こう筋肉のサイズはある選手だと思うんですよ。で、コーチがもうオリンピア選手を量産しているカッツということで、この選手ね、今年グッと食い込んでくる可能性あるかなって思うので、このオミー・ライアンも注目しております。ということで、まあ、今回は、金金さんが今週末大会出られるフェニックスプロの出場選手、これを、まあ、全員紹介させていただきました。まあ、金金さん海外大会優勝するためにオリンピアン選手をね、倒す必要はありますが、まあ、かなりね、かなり楽しみな一戦。まあ、皆さんも、まあ、この前、ライジンでね、朝倉未来選手とか、パトリッキーとかね、戦って、まあ、うわーってなったと思いますよ。鈴木選手がバチコーンやって、うわーってなったと思いますけど、まあ、それぐらいのね、注目あると思いますので、ぜひ今週末はフェニックスプロご注目いただければと思います。またこの大会の結果は、この大会終わってからね、ハトクマチャンネルでも紹介したいと思いますので、そちらもぜひ見てください。はい、ということで、今日の動画はここで終わります。ご視聴いただき、ありがとうございました。皆様の感想等ございましたら、概要欄、コメント欄、ガイドライン設けてはおりますが、どんどん書いていただけると嬉しいです。また、ぜひ、ハトクマチャンネルの登録と、高評価のクリック、積極的転載、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、